こんにちは。今日ね、ツイッターでアコーディオンらしい演奏、アコーディオンらしくない演奏なんていう話を少しつぶやいてみたりもしてたんですけど、何をもってアコーディオンらしいのか、らしくないのかという部分をね、今日実際にアコーディオンといっても、これ電子アコーディオンなんですね。ローランドの V アコーディオン、電子アコーディオンなんですけど、実際にこの同じように蛇腹を開いて空気を送ってと。で、発音方式はね、電子楽器なので電子的に処理をして電子楽器音が鳴ってるわけなんですけど、まずは普通に電子アコーディオンだということは一旦忘れて、アコーディオンだと思いながら自分なりにアコーディオンらしく短く演奏をしてみたいと思います。聴いてください。キツネの住む町というタイトルの曲なんですけど、蛇腹を動かしながら空気を送って自分で強弱を感じてね、アーティキュレーションを感じて演奏しているわけですね。この楽器 V アコーディオン、電子アコーディオンということで、実はちょっとしたね、この内部プログラムの操作切り替えで蛇腹を全く使わずして演奏できるという、これはこれで便利な機能なんですよ。蛇腹を動かす、空気を送り続けるということは、指先の動き、演奏とはまた別の神経を使い続けないといけないので、蛇腹をこれロックしちゃいましょう。蛇腹止めね。蛇腹を完全に動かさない状態で練習ができるということは、この運指にね、集中して演奏ができるんで、とっても便利な機能です。アコーディオンとしてはちょっとどうかと思うところなんですけどね、アコーディオンらしくない演奏になってしまいがちなんですよ。それをやってみましょう。蛇腹をロックしました。内部プログラムのモード切り替えで蛇腹を全く使わないアコーディオン演奏、さっきと同じ曲です。行ってみますね。演奏になるわけですね。もう分かりますよね、何がどう違うのか。そうそう、強弱が全くついてないんですよね。電子ピアノとかシンセと違って、この鍵盤をタッチする強さをどれだけ頑張っても強くならないですし、逆に手を抜いて柔らかいタッチでキーボード演奏をしても特に弱くもならないわけです。アコーディオンというのはこの蛇腹の部分ね、この空気を送る動作の強弱によって音の強さが変わってるんですね。それだけを見ていただこうかな。蛇腹に弱く空気を送ると小さな音から、今鳴ってますよ、だんだん大きくします。ね、で、即座に強く弾いて即座に弱くする、こんな感じね、減衰していくように聞こえますよね。もう一回やってみよう。で、出した音を揺すってみます。ビブラートがかかったり、アコーディオンのすごいのはね、コード、複数の音を押さえて蛇腹を揺すると、コードを押さえた状態でも細かくトレモロができるというのもこの楽器の面白いところですね。今一度蛇腹のこの機能ね、コントロールを活かした状態、あ、ちなみにこれは V アコーディオン、電子アコーディオンなんで MIDI、 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 ミュージカルインストゥルメントデジタルインターフェースね、それもついているので MIDI から演奏情報も吐き出しています。コントロールチェンジは11番が蛇腹の強弱の、ね、情報として、11番エクスプレッションですね。エクスプレッションがリアルタイムで送られ続けています。今こんな風にね、動かしてるでしょ。これ MIDI ケーブルでつないで
あの DAW、DTM 用のね、アプリケーション DAW につないでおくとね、レコーディングボタンピッと押すと、ずっとコントロールチェンジ11の情報がね、リアルタイムに記録され続けてる。これだけでも記録され続けてるんですよ。それを踏まえて、今一度アコーディオンらしく演奏する先ほどの曲、行ってみます。続いて、蛇腹の機能を止めちゃうアコーディオンらしくない演奏を今一度。こんな風になってしまうわけですね。アコーディオンらしい演奏、それとそうでない演奏、違いを聞いていただきました。ありがとうございました。